学校は和歌山県西室郡大東村にああった公立小学校である学校校でる跡には2020年現在豊原会館が建つまた校舎手前に創立100年の日が建ち略史が刻まれているまた校歌が刻まれた記念比率も設置されている校歌碑は川口義香の書校舎跡地に立つ 創立百年の人工科の石踏み前には、聖騎熊野の川後ろに高きあたご山底に立ちたる、学者は天地の息を示すなり、森の響き身に染みて、山の若木の育つごと水の流れの尽きぬごと、進みゆくこそゆかいなれ。ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVWXYZAABACADAFAGRIAJAKR a m a o a p a q r AS at au, a s a u a v o x i a s b a BB、BC、b c b d b b o y f r i e n d BGBHY b j b k o 東村市、和歌山県西室郡大東村、二宮三千八1889年8月19から20日の台風に伴う紀伊半島豪雨の気象状況天気 6041ABCDEF この記述は 校舎後に建てられた創立100年の石踏みを参考にしている。応答公民館だより平成27年5月号。田辺市応答公民館。2020年12月8日閲覧。ありがとうございます。